結局交流戦のローテはどこがきつかったんや。横浜やろな。こう見るとまあ広島やな。広島がすべて表ローテでダントツや。とりあえず中日がダントツで楽なのはわかる。一番きついのは横浜かな。ついで広島。中日でないことはわかるわ。横浜きつすぎなのにすごいな。結局横浜って味方の先発と打線が乗ってるかどうかみたいなとこあるな。残り高橋平やったら広島やな。皆さん